どうも、わきです。プロスペースやっていきましょう。さあ、というわけで今回はこのプロスペース2000万ダウンロード記念ということで、10連プレゼントスカウト、そして福袋ガチャがやってきましたね。というわけで今回はこちらの2種類のガチャを引いていきたいなと思います。まずはこのプロスペース2000万ダウンロード突破おめでとうございます。ということで、こちらのプレゼントスカウトから引いていきましょう。いやー、本当にリリース初日からずっと実況しているので、このプロスペース2000万、2000万ってすごいですよね。いや、国民の6分の1、まあそうですね、複数ダウンロードもあると思いますので、2000万人ということではないと思いますが、まあ、単純計算にすると、日本人の6分の1、5分の1ぐらいがやっていると、そういったゲームになっております。もっと盛り上がってくるといいですね。ということでいきましょう。 S ランク選手1人確定ということで、個人的にね、鈴木誠也選手が欲しいです。はい、カープのシリーズ2の選手がですね、いないこともないんですが、今カップ枠で入っているのがセレクションの大瀬良投手しかいなくてですね、ちょっとカープ枠に困っているので、ぜひカープの選手を引きたいなと思っております。いきましょう。相澤選手がそろそろ極みになるので、相澤選手でも嬉しいかなというところはありますね。さあ、誰だということで、おお、有原投手、ナイス。いやー、有原投手素晴らしいです。ただシリーズ2は本当にですね、まあ OB、 そして今年はマー君とかも引けましたし、まあそのあたりのですね、メジャーの選手も含めてかなり揃っています。まあ有原投手がめちゃめちゃ強い投手ではあるんですが、ちょっとこれでも入ってこないと。ただ有原投手に関しては個人的に、極みを作りたいなと思っている本当に一番の選手で、はい、変化球の数も多くて、基礎能力も非常に高いので、これは嬉しいなと思いますし、まあ、ちょうど今日からですね、特訓 1.5 倍期間もまたやってきて、ここで一気に育成またやっていきたいなと思っているんですが、余裕があればやっぱセパオーダーっていうのをね、しっかりと作っていきたいなと思っていますので、まあ、パリーグオーダーにおいて中心的な先発ピッチャーになってくれるんじゃないかなと思います。これめちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ということで続いて福袋ガチャの方に行きましょう。今回の福袋ガチャに関しては購入1回目 S ランク選手確定ということで、まあ、1回目で S ランク選手確定嬉しいですね。で、3回目は自チーム確定があります。はい、そして5回目が S ランク選択契約書付きということで、このタイミングでの選択契約書、いや、これは嬉しいですね。はい、まあ、今回の選択契約書に関しては、選ぶべき選手、僕はこんな感じかなと思っておりまして、まず1つ目、12球団で作っている方は、まあ、もうこのタイミングですので、まだシリーズ2の選手持ってないとか、まあ、スプリッツ3200の選手を持っていないという球団とかの欲しい選手を、狙えばいいと思います。まずこれが1つ目ですね。で、2つ目、まあ、純正とか、まあ、セリーグ限定パリーグ限定とかで作っている方は、もうポジション手薄なところをしっかりと、確保しておきましょう。そして最後3つ目がコンボのことを考えた選択というのも非常にいいと思います。まあ、同値の選手が少ないので、ミートパワー同値の選手を狙うとか、あとはですね、まあ、球威型で固めたい、まだ球威型の選手がそんなにないっていう方は、球威型の強いピッチャーを選んだり、まあ、僕みたいに球威とスタミナ A 以上の選手をそれぞれ8人ずつ入れたいっていう場合は、まあ、スタミナ A 以上を超えている、まあ、球威とスタミナが両方 A 超えている選手を狙うとか、まあ、そういった狙い方もできるのかなと思っています。まあ、とりあえずですね、このタイミングでの S ランク選択契約書なので、まあ、プロスペース結構遊んでいるよっていう方は、もうスピリッツ3200では揃ってる方は多いと思うんですよね。まあ、そういった方はですね、そういう細かな補強、そうですね、今回のポイントとしては細かな補強、本当にもうシーズンが始まる直前、もう3月にこのワンピースだけ足りないと、左の代打が足りない、左の代打を取るみたいなね、プロ野球でいうと、まあ、そういったワンポイントの補強がね、できるといいのかなと思っております。ということで早速引いていきましょう。自チームのこともあるので、僕もちょっとその辺を考えていきたいんですが、まあ、先ほどちょうど名前が挙がっていた鈴木誠也選手ですね。やっぱこうやって見るともうカープが全然引けてないっていうのが分かりますね。はい、自チームはカープでいきたいと思います。ちょうどこの間の動画で野間選手は引けたんですが、まあ、総力型なので、ちょっと今年ミートパワー同値が多すぎて入れにくいっていうところと、まあ、江藤さんは引けているんですが、ちょっとここは限界突破ができないので入れられないということで、やっぱり鈴木誠也選手が欲しいですね。はい、先ほどお話ししていたミートパワー、もともと同値の選手と、で今年僕ミートパワー同値の称号チャレンジに失敗しまくっているので、もう鈴木誠也選手が間違いなく一番欲しいと個人的には思っています。で、選択契約書ももう鈴木誠也選手かなと思っています。他の球団に関しては、例えば中日であればビシエド選手、ヤクルトであれば山田哲人選手みたいな感じで、まあそれぞれの球団の顔がこう引けつつあるので、はい、
まあそういったところでは非常にいいのかなと。あれ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 、山田哲人選手は、あれなんでいないんだ、ちょっと待ってよ。そっか、山田哲人選手もセレクションだったんですね。はい。まあそういったところでは、例えば山田哲人選手とかっていうのも候補にはなりますが、まあここはでもセレクションでも山田哲人選手はいいのかなと。まあしかも古田さんをね、今思うと引いたので、はい、ヤクルト枠も問題ないですしっていうところで言うと、本当にやっぱり個人的にはカープの選手が手薄になっているので、ぜひ僕は鈴木誠也選手を獲得したいなと思います。ということで、自チームをカープに変えて引いていきましょう。まずは購入1回目からいきたいと思います。いきましょう、お願いします。さあ、ただもちろんこの50連目までで鈴木誠也選手が出てくれれば一番嬉しいというところではありますので、なんとか、はい、行きたいですね。行きましょう。あと吉田正尚選手ですね、もうまだ引けてないのでぜひ欲しいところではあります。はい。さあ、甲斐拓也選手、おお、育てようかなとちょうど思っていて、極みを作ろうかなと思っていたんですけど、 A ランクここで2連続ということで、これはもう育ててくださいと言われているようなものですね。さあ、1枚目の S ランクは、おジョンソン投手、素晴らしい。というのもですね、実は僕これプロスペースあるあるだと思うんですけど、こう皆さん経験ないですかな、本当はシリーズ2の選手をこう限界突破しないといけないのに、間違えて母体をそのシリーズ1にしていたり、そのシリーズ1がもともと極みでなんかみたいな、こう最新シリーズを間違って強化のために使ってしまうというですね、ボンミスをジョンソン投手で犯していて、ありがたい、もう一回出てくれました。はい、ということでこのシリーズ2ニューではないんですが継承ができます。本当にやらかしていたので、ナイス、めっちゃ欲しい選手でした。オッケー、行きましょう。いや、これ結構意外とあるあるだと思うんだよな。僕去年その福留選手でも、まあ、最初に気づいたのでなんとかなったんですけど、間違えて継承していてですね、はい、昔の福留選手を強化するっていう、2、3年前の福留選手を限界突破するっていう、ちょっとやらかしをやってしまったんですが、まあ、今回は気をつけましょう。はい。さあ、2回目は S ランクはなしですが、岸投手の A ランクは嬉しいですね。はい。まあ、称号本当にどんどんつけたい選手ですので、助かります。さあ、3回目、自チーム確定でございます。ここまででも普通にいいガチャですけど、やっぱり2000万っていうその節目の、今回はガチャということで、選択契約書がついてきたのかなと思います。ただやっぱりシリーズの最後の方ですので、無課金の方とかが無理してまで、おお、エスコバ、ナイス。はい。無課金の方とかが無理してまで5回目までは、このタイミングでは、おお、引かないでいいと思います。S ランクの部がすごいですね。はい。10分の 3S ランクはえぐい。さあ、鈴木誠也選手来い。おお、相澤選手、さっき言っていた相澤選手ですね。はい。さあ、相澤選手もそろそろ極みで作っていきたいなとちょうど思っていたタイミングで、ただ僕の記憶が正しければ、称号でミート A が狙えるかと言いますと、狙えないんですよね。ただミートパワーで落ちということで、はい。そうだ、ミートパワー このシリーズ同値だ。なので、まあ、鈴木誠也選手のこう、まあまあ、ミートとパワーは A 超えていないですが、同値になるという代わりで、点では代わりにはなるのかなと思うんですが、やっぱりそこはミートパワー A 超えたいので、相澤選手今引けましたけど、それでも選択契約書は僕は、鈴木誠也選手を撮りたいと思います。もう今回の動画で撮ってしまいましょう。はい。いやー、これは本当に完成するな。オーダーがいいタイミングで個人的には選択と役所が本当に最後、もう本当に鈴木誠也選手だけどうしても欲しいっていうような、このシリーズ2の現役選手はそんな感じだったので、はい、いいタイミングでありがとうございますというところです。京田選手の A ランクナイスですね。5回目は特に S ランク確定とかっていうわけではありません。行きましょう。最後のチャンス。さあ、ということで、さあ、ここは、おお、吉田正尚選手 A ランク。S ランクは欲しかったですが、まあいいでしょう。ということで、早速選択契約書使っていこうと思ったんですが、ギリギリのタイミングで思い出したのが、ベストラインタイトルホルダーが、まだ残ってますね。はい。
今後まだベストナインタイトルホルダーで鈴木誠也選手引けるかもしれませんので、まあそれまでは待っておこうかなと思います。はい、そうですね、まあそれを待ってまあ最終的に引けなかったまあ吉田正尚選手とかもまだ持ってないので、そのあたりの選手との兼ね合いで、最後使っていければいいなと思います。まあすぐにでもちょっと今 1.5 倍期間が来ているのでとってもいいかなと思ったんですけど、まあ本当とってもいいんですけどね、もうオーダー的にはほぼ完成に近づいているのでとってもいいなと思いつつもちょっと我慢したいなと思います。はい、そんな感じでございました。いやー、いいっすね。まあ30日間持てますので、はい、その辺との兼ね合いも見てですね、今後使っていきましょう。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。